Let's go in search of the charm of Sac Diner. 76.5 FM。柵の先人たち。作詞、英知と情熱が結ぶ新たな文化発祥都市。私たちが暮らしている佐久市になるまでには、古くから受け継がれてきた人々の営みがあり、伝統や文化の礎となる働きをされた佐久の先人たちがいらっしゃいました。そんな佐久の先人たちにスポットを当ててご紹介していきます。佐久の先人たち。今日ご紹介するのはこの方です。五稜郭の築城、日本赤十字社創設に尽くした荻生結弦。五稜郭といえば函館と全国ほとんどの人が答えますが、信州佐久市に五稜郭辰岡城があります。その築城と日赤創設に尽力したその人生、今日はこの時間ご紹介します。荻生結弦は名前を改める前は松平憲方と言いました。憲方の松平家は荻生松平と言い、徳川家康の5代前に分家した家系です。三河に4000石、佐久に1万2000石を領していた現在の愛知県岡崎市にあった奥殿藩でしたが、主力地である佐久に藩長を移したいという願いを持っていました。しかし幕府が当時諸藩に課した参勤交代制によってそれができずにいました。憲方は幼い時から蘭学とフランス語を学び、その学習から様式築城学にも目を開き、14歳で奥殿藩主を継ぎました。1839年から1910年、まさに幕末を生きた憲方。当時黒船の来航以来、長州との戦い、安政の大獄から桜田門外の変へ進むと、幕府の権威が地に落ち、参勤交代の制度が緩和されていきました。それを見極め、憲方は三河から信州へ国替え、田口藩主となりました。憲方の素早い行動と時流の見極めに対し注目した幕府。憲方は当時の倒幕の嵐の中に立ち向かう期待のホープとして、陸軍奉行、若年寄から老中に出世しました。幕府の老中は要職、
普通は譜代大名で5万石以上の大名から選ばれるのが通例でしたが、幕末の国家の存亡の危機の時、もうそんな規則にとらわれず乗り方が登用される時代となっていました。乗り方が五稜郭の築城に魅力を感じたのは、函館に五稜郭の築城工事に取り掛かった1857年頃と見られています。彼は洋式築城を学んでいたので、それが函館に実現するとあって、この頃からフランスをモデルに設計図を描き始めます。乗り方の国替えが実現して、すぐに築城への工事にかかりました。五稜郭は五角形の突端に砲台を置くことによって、敵の攻撃を死角なしに防ぐことができるとした当時の最新の築城法でした。城は国替え3年後の1866年には完成、御殿も翌年には出来上がりました。乗り方28歳の時、藩の名前も奥殿藩から龍岡藩に改めました。そして1868年戊辰戦争が始まって、乗り方は老中を辞任しました。国内各藩は一挙に倒幕へと傾きました。龍岡藩にも官軍から出陣命令が出て、長岡攻撃の北越戦争に参加。6ヶ月に及ぶ従軍で1868年に凱旋しました。毎年5月、臼田小満載の龍岡藩パレードは、この出兵から凱旋の模様を演じています。さらに時代は進み、明治維新の実現前後に乗り方は松平の姓を藩祖発祥の地三河の荻生にちなみ荻生に、さらに名前もゆずると改めました。また1869年龍岡藩の藩籍を奉還し、さらに一歩進めて1871年5月に廃藩を政府に申し出ました。これについては松平乗り方改め荻生ゆずるが、新時代に即した国家体制の確立のため、あとは龍岡城築城による財政難を理由に申し出たと言われています。これに力づけられた新政府は、2ヶ月後の1871年7月廃藩置県を断行。明治維新の大業のきっかけになったのも荻生ゆずるの権限書でした。荻生ゆずるは権限書で、政権はようやく朝廷に戻ったが、軍事力はなお国内各藩にある。国家の体制を固める上には、まず軍事力の中央統一を図るため、各藩から統治権を返上させるべきだと書いています。この権限書は新政府に評価され、荻生は新政権に召し抱えられ、勲章制度の研究を任されました。荻生は世界各国の勲章資料を集めて検討しました。その結果、日本の勲章はあくまで日本古来の伝統をもとにしたものをと、外国の勲章にない日本独特のものの作成に苦心しました。勲章制度の確立とともに、荻生は昇勲局総裁にも選ばれました。また1877年に西南戦争が起こった時は、荻生ゆずるは犠牲者に対して救済を計画しました。
同じ思いを持った佐野常民と共に博愛社を創設。これに対し反対する人たちも多くいましたが、荻生結弦は、傷ついて苦しむ者は敵も味方もない、分け隔てなく救済するのは博愛精神だと外国の事例を説明し納得させました。この博愛社は現在の日本赤十字社の前身です。勲章制度と赤十字活動などその功績によって荻生結弦は伯爵に昇進。晩年は明治憲法で国会の大事に天皇の諮問に応える枢密顧問官にも選ばれました。現在でも荻生家と臼田とは親睦を図り交流を進めています。五稜郭を築城し日赤創設に尽力した佐久の先人。今日は荻生結弦についてご紹介しました。この番組は佐久市教育委員会の協力でお送りしました。